めっちゃお腹鳴っちゃった、恥ずかしい。早く来た方の特権ってことで特権、まあいいや。こんばんは待ってました、待ってくれててありがとう。聞こえてないよ、めっちゃ聞こえた、聞き逃しました。おお、どっちもいますね。ハートありがとう、お花ありがとう。今日はここにリボンがあります。愛のホログラム、ね、めっちゃ鳴っためっちゃ好き、愛のホログラム「ビューティフル」どうでしたか？昨日あんまゆっくり喋れなかったから。ミラボールありがとう。久々に見に来れた、久しぶり、ありがとう。くまちゃんありがとう、ハトありがとう、かわいいお洋服ありがとうかわいいよねこれ、袖もねフリフリなんだよ、すごくない、かわいくないかわいいよね、ありがとうね、ビューティフルどうだった？今日やっとおみくしでくるみんが出ました、おめでとうございます、拍手、音符ありがとう。みんなもうくるみんは出してくれたかな。ビューティフルでした、ビューティフルでした、ありがとうございます。美しいって何回言ってるの、皆さんぜひ数えてみてください、美しい何回言ってるかサビ注目存在感ありました、本当。でもなんかカメラ目線はたくさんしたつもりなのでポイントポイント、今夜も可愛いよ、ありがとう。ビューティフル頭から離れない、そうだよね、頭から離れないよね、離れないでそのままくるみのパッドをずっと頭の中で再生しててください。グループトークでの時、会場内ずっとビューティフル流れてて、やっぱいい曲だわって思ったね、いい曲だよね。しかもなんか歌詞読んだ時に初めて2番ね、制服の目ちょうどやってるからなんかわかんない、たまたまかもしれないけどすごいって思った、たまたまだったらもっとすごいって思ったね、思わなかった、みんなどう、ね、ちょうどね今ね制服の見してるからはっと思って、これってもしやってなったわかんないけどね、わかんないけどねくるみは聞いてて思った、で MV やったらどんな感じなんだろうね、あれどんな感じになるんだろう、みんなの
頭の中でできた MV はどんな感じでしたか？ビューティフルのくるみのテーマソングかと思いました。あら嬉しい、ありがとうございます。とうとうありがとうございました。ありがとうくまちゃん、ありがとうありがとうございます。20回、おお20回だよね。やっぱり鼻歌で歌いたくなるよね。そう、あれめっちゃ歌いたくなる曲。クルミンパート再生だ、クルミンパートいっぱい再生お願いします。っていうかなんかあれだよね、ビューティフル単体でちゃんあの YouTube にあのアップしてもいただいてて、ビューティフル単体でね、びっくりして、なんか配信終わった後に配信丸ごと残ってたから、あ残ってると思って思ってたんですけど、ね、ビューティフルポンって残していただいてるので、まあ、いつでも見れると思うのでいっぱいリアルタイム、あ逃しちゃったって方もあ見てください。のところはね、これ映ってなかったから、あのそれはまたちょっといつかどこかで披露できるときに私のここを見てほしいですね。あーのところサビ終わりめっちゃ見てほしい、あそこ本当に好き。くるみんついに相性 100% になりました。お 100% ありがとう。来週 CD 届くの楽しみ、ついに届きますね。もうそろそろですね。みんなフラゲとかするのかな。でももう手に取ってる方いるのか。ん？お渡し会？ん？お渡し会もまだ。ハトありがとう。ね、思った。ビューティフルの定点私も見たい。私も見たい。だからね、ちょっとね、もうちょっとどこかで披露したいですよね。めっちゃわかります。めっちゃ私も定点で見たい。なんか。カノンなんかダラダラダラみたいなの多めで、なんか一列なる前もあれダラ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 ってなってるんですよ。本当は全員でしてたりしてて、だからなんかそういうの多めだからめっちゃみんなに見てほしいなって思ってて思ってて、だからちょっとどっかでね披露できたらいいなって思うんだけど、どうだろう。まあ祈っててくださいよろしくお願いします。メール返信も YouTube コメントもした、嬉しい、ありがとう、嬉しい。リンボスターありがとう、ケイト玉ありがとう。めちゃめちゃキラキラしてて欲しい MV やったらね、 MV ね、みんなの頭の中でいっぱい作ってていっぱい再生してください。うん、お2日入るよ。制服の目だね、ありがとう。制服の目だよね、制服の目だよね、ん違うかな、え制服の目だよね制服の目だね。だるまありがとう、結婚してありがとう。ね、2番の歌詞いいよね、もう、制服の目だって思った私あ55分だ、ちょっと短かったからすぐだけど、あ昨日は東海だったから CD は後日、なるほど。ハートありがとう。あねサインあれだよね、発送なんか手違いとかがあったのかな、なんかまあその方はラッキーってことでちょっと早く届いてラッキーということで、あの普通はいつなんだろう、わかんないけど、まあ皆さんあの届いたらちょっと報告してくださいね。サイン届いたよ、手形届いたよ、抽選会のこれ届いたよって
印税に行って投票するよな、ありがとう。もう少しですね、27日、あさってからです。まだ詳細は出てないのでね、このぐらいにしておきましょう。でも語っちゃうと長くなっちゃうから、もうあと56分だから今日はね一旦これぐらいにしておいて、あとありがとう。そうです、桑原先生があの振り付けをしてくださいまして、はい、本当に好きなダンスすぎて、もう本当にダンス、あのダンスめっちゃ好きなんですよね。またやりたい。そうだよ、100回目、めっちゃコメント見たい、ランキング読みたい、どうしよう今日配信ないかなと思ってたから嬉しい、ちょっとでもできて嬉しい、よかったです、ありがとう。お花ありがとう。初見さんありがとうございます。 SK48 自由研究生の森本くるみです。お花ありがとう。ハートありがとう。レモンさんありがとう。ハートもありがとうございます。あと今日は未完全 TV があのちょっと遅くなる可能性もあるみたいなんですけど、あの、ね、前回と同じ感じだと最後の方にあの制服の目の密着もあの上げていただいてるので、あのなんか予告見る限りなんかいろいろありそうだなっていうなんか私あのあそこら辺の期間中、もう初日、もうほぼ初日らへん、初日前、初日後はまあちょっとあれだったみたいなんですけど、結構余裕なかったらしくて全然覚えてないんです、私全然覚えてなくて、なんかもういっぱいいっぱいだったんでしょう、だと思うんですけど、確かに言われてみればなんか万全ではなかった気もしないでもないんですけど、でもなんかそんな感じだったので、まあそれだけ全力でね頑張ってたっていうことなんですけど、だからどうなってる、どういう風にどこまで、今週来週あるのか分かんないですけど、どこまでどんな感じで映ってるんだろう、この今回は何のどこがあるんだろうっていう、ちょっとワクワクとドキドキではい思ってます。ファミリーの初回版も予約しました。あー、ありがとう。そうなんかね、余裕なかったらしくて私ちょっとなんか分かんなかったんですよね、なんかお母さん情報、私のママ情報、なんかうん、だから多分本当だと思うでもなんか自覚とかなんか何も意識しなかったからなんかね、こんな感じだったらしいんですけど、まあ、それぐらい頑張ってたっていうことなので、あの皆さんあのぜひお楽しみに、ね、ちょっと遅めだからね、未完全なんか後日配信アーカイブもあるのでそちらもご覧ください。ということでランキングスクショしときますね短かったけど皆さん来てくださってありがとうございました、本当に。皆さんありがとうございました。おやすみなさいです。ちょっとだけど来てくれてありがとう。またね、バイバイ。今日もお疲れ様でした。おやすみなさーい。